複眼と単眼は節足動物などの生物が持つ目構造。不足類などでも同様の構造が見られる。黒バイの複眼多数の個眼の集合体である、それぞれにレンズを持つ個眼が蜂の巣のように集合した器官。単一の個眼では図形を識別することはできないが、複眼を構成することで図形認識能力を備える。ミツバチに 図形学習能力が備わっていることは、動物行動学者のカール・フォン・フリッシュの実験によって明らかになった。さらに、j 一ファン・ハテレンらは、蜜蜂に同じ図形であっても、線分の形キを見分ける能力が備わっていること、人と同じカニッツァの三角形と呼ばれる作詞を示すことを明らかにした。集合する小岩の数は昆虫、中でも飛翔するものが多いようで、 エバへ2000個、ホタルのオス2500個、トンボ2万個前後となっている。小岩は六角形や五角形、円形をしており、隙間なく並ぶ。小岩の大きさは、複眼状に占めるその小岩の場所によって異なる。小岩は、複眼表面部分に、透明なキチンの角膜、または、角膜固定があり、その奥にこの角膜を分泌する、角膜生成層とガラス体の細胞。 ガラス体、または塩水症体、それに8個ほどの死細胞、または肝構造がある。死細胞の内側の端は神経繊維となり、それが集合して死神経になって脳の使用という部分に達する。大雑把に言えば、副眼を構成する小眼は望遠鏡のような構造である。筒の先端にレンズがあり、反対側から覗くわけである。ただし、 四角細胞は筒の中に入っている。このようなものが大量に並んで全体として複眼を構成している。複眼はカメラ眼と並んで動物の目としては高度に発達したものである。カメラ眼がレンズや像を結ぶために複雑な構造を発達させているのに対して複眼でどれくらい細かい像が見られるかについてはよくわかっていない。 カメラ眼にはない複眼の利点としては視界が広いことが挙げられる。カメラ眼はそれが向いた方向を中心とした円形の範囲を見るだけであるのに対してよく発達した複眼はそれ自体が球面の一部をなしその向き合う方向を頭や目を動かさずに見ることができる。カニのように体から目が上に伸び出していればほぼ全方向を視野に収めている可能性がある。 さらに少しの動きでも、複数の小眼で捉えるため大きな動きのように見え、狩りで動く獲物を発見したり、天敵が襲ってきていることを察知したりするのに役立つ。副眼の歴史は古く、古生代カンブリア期に出現した西ム虫がすでに立派な副眼を持っていた。原生の動物では、甲殻類、昆虫に、これを持つものが多い。副眼のみ持つ昆虫もいる。 ハサミ角類では、カブトガニが複眼を持つが、それ以外のものは持たない。一つ目の生物については、モノアイを参照。小眼に似た構造を持つレンズ眼。節足動物の場合、セタンガンとガワタンガンに区別される。甲殻類に見られるノープリウスガンもタンガンである。昆虫類に属す生物のうち、甲虫目、カメムシ目以外の生態の多くは、 副眼の他に3個のセタン眼ンを持つ。また、羽隠しの一部の種は、甲虫目であるが2個のタン眼を持つ。セタン眼ンは、頭部に正三角形を作るように3個ある。主な構造は、古眼と同じだが、セタン眼ンにつながる、視神経は、脳のタン眼用という部分に達する。甲虫目の生物の中には、頭部に黒い粒が見受けられることもあり、これは、 単眼の名残である考えられている。昆虫類の生態では単眼は光感知のみに使われるためピント調節機能が備わっていない代わりに複眼よりも視覚情報が瞬時に脳にまで伝達するという特徴がある。中高生の種では特に発達しており、トンボやハエなどの高い飛行能力は単眼と複眼の性質をうまく利用して 体の向きを調整することによって実現されている。また、単純に光を感じる器官としても重要であり、セミなどではなく、時間帯を光によって知覚するためのコブ器官として使われている。ガワ単眼は、昆虫類の幼虫の頭部側面に見られる。色も識別でき、物の形態もわずかに感じ取ることができると言われる。複眼が形成されるまでは、 この器官が幼虫の視覚をすべて担う。節足動物は基本的に複眼か単眼のどちらか一方を持つが、一部の昆虫のように両方を持つ者も,もいる。複眼の一つ一つの目は、小眼と呼ばれ、単眼とは同義でないことに注意されたい。JH1 ハテレン、MV、スリニバサン &PEB ウェイト、パターンレコグニションインビーズ、オリエンテーションディスクリミネーション。 ジャーナルオブコンパラティブフィジオロジー167649から654ありがとうございます。